本里奈と田中ぼめいのガールズ予想家チャレンジ。こちらの番組は日本プロ麻雀連盟所属の女性プロ雀士安藤里奈と競馬が趣味の女優タレント田中ぼめいが一人前のガールズ予想家になるため一流競馬予想家に予想理論を学ぶ番組です。のガールズ予想家チャレンジ。なんか私たちって実際競馬はすごく好きだけどどこから勉強していいのか情報が多すぎてわからないっていう状態なの で視聴者の方も多分そういう人って世の中にたくさんいると思うんですよね、今ゲームとかでも。ということで今回は私たちに競馬のいろはを一からしっかり教えてくださる方をお呼びしております。東競馬さんです。はい、東競馬です。よろしくお願いします。今最も勢いに乗る松岡さんですから、うん、その理論を直に学べるって、うん、もうめちゃくちゃラッキーですよ。めちゃめちゃ台本読んでるけど大丈夫。もうめちゃめちゃこう台本通りのことよ。心こもってない大丈夫。台本に書いてあった台本に書いてあったわね。めちゃめちゃでも本当にノリに乗ってる予想家さんですから、そんな方に学べるなんてね、こんな恵まれた環境ないよね。本当ないです。え、ちなみに金川さん、その耳は、はい、いつもつけてるわけじゃなくて、今日から私たちの番組をやってもらえるということで気合を入れて馬っぽくしてきたんですけど、馬いい、ね、だけど実はこれ本当は猫耳です。あれ、猫耳をめちゃめちゃこうやってひん曲げて接着するところも変えて自分で接着剤でピン止めつけて無理やり馬にしてきました。あ、でもじゃあこれ多分12回とかだったらもっと馬っぽい。もっと馬っぽい。縦にどんどん伸びていったりとか、ね、この辺に模様ついてるかもしれない。なんか今までこういう撮影なかったから圧がすごいっすね。声色がもうすごいボンボン飛び交って、でもねこういう感じで楽しみながら学べるとちょうどいいと思うので、ね、ぜひぜひ質問していただければと思います。ありがとうございます。でもなんかせっかくなんでもうちょっと距離縮めたいじゃないですか。圧がって言われちゃったんですけど。そうね、じゃあせっかくだから呼び名とか決めてみようか。はい、お、私は私かなくぼなんでボンボンって呼ばれてるのでボンボンって呼んでほしいです。ボンボンとかボンちゃんとか。ボンちゃん、はい、ちょっとなんかあんまり仲良くなりたくなさそうかも。ちょっとなんかまだあんま絡んだことないのにすごいハイテンション。いやそうね。いや、ボンボンだって日常生活から常に初めましてって言ってるわけじゃないから絡むの難しい。難しいよ。絡みづらいな。アッパさんは普段なんて呼ばれてるの？私は安藤里奈で、そのままリナタンって呼ばれます。リナタン、リナタンとポンポンね。リナタンとポンポン。え、どうします？自分は統計馬って言われることが多いから先生。え、トートトートトートやっぱボンボンとリナタンでトで終わってるんですけど、あ、トン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 。一番言われたことない。じゃあ先生で、そうね、師匠とかまだ壁あるから。え、なんか私たちが予想外したときにやっぱ師匠の方が師匠のせいっていう感じにできるから、先生のせいはちょっとなんかそう、なんか先生のせいだと微妙だけど、はい、でも私たちは外れたけど師匠がこう言ってたんでって言えるから。まあそうね、そのぐらい頼っていいから。おー、頼れないのがね、心強い。そう、最終的にこの動画終わったときは信じるものは報われる宗教みたいな。でも私たちはまず師匠を信じるところからでやっぱり始めていきたいですもんね。うん、そうですね、うん、でもまあ視聴者の方も分かりやすく学べるようにっていう形なので、うん、ぜひぜひもう積極的に絡んでもらいたいですね。の割には圧がって言ってましたけど。そうね、いやそうね、いつもこうねちょっとおじさん方と喋ること多いから。じゃ怖いのが全然違うんですよ。なるほどなるほど。まあだから師匠ないし先生という形で今日はよろしくお願いします、うん、お願いします。ちなみに師匠は普段はその予想をするときはまず何から始めるんですか？まず木曜日の出馬表確認からずっとです。だから木、金、土ってこもりきりでずっと出馬してます。なるほど。じゃあ出馬表はどこを見るとかはもう決めてますか、一番最初に？うん、そうね、基本的にも自分がやるべきツールというか注目すべきポイントっていうのはもう決まってて、それを今回一つ一つ教えていけたらなと思って。うん、なんか1レースの予想にどれぐらいの時間をかけて？確かに
まあ、レースによるけど、だいたいトータル1日だと15、6時間くらい。それもう、ほぼ何もしないじゃなくて、寝て、予想して。ほぼ何もしてません。すごい。でもね、やっぱ自分の予想のやり方はこうだっただけで、そのポイントを凝縮して教えるから。はい、そうですね、15分の1ぐらいになると。1時間ぐらいで、ね、当てられるようになると。はい、でもそんなに試行錯誤を繰り返してきた方々が立派なこう予想家として活動されてる中で、私たちがこう一人前のガールズ予想家になるって本当に可能なんですか？いや、可能ですよ。ただやる気次第です。おー、絶対頑張ればできるから、もうそこはもう死ぬ気で。死ぬ気で、もう半年ぐらいだから。あ、じゃあ15分の1とか入れちゃダメかも。この動画を見てそこまで行き着くようになるまで頑張り続けるので、うん、ぜひついてきてください。すごい楽しみ。今回が初回の講義になりますから、まずは競馬予想を始めるにあたって最も理解しておくべきことについて学んでいきます。はい、最も最もです。最もです。一番大事な、一番大事なところから教えてくれるってことです。これを意識しながらこの後の講義を学んでいくと、もう全然見方が変わる。ありがたい。まず最初に学ぶべきことは、はい、買うべき馬とはです。買うべき馬。そう、買いたい馬じゃなくて。いや違います。競馬予想をするときに、はい、例えば単勝本命にする馬どれかなっていうときの、うん、まず真っ先の定義ですね。この馬を買うべきですよっていう、買うべき馬を最初に定義していきます。それはめちゃくちゃ強い馬とかですか？そう思いますよね、はい、それはね、大不正解です。大不正解ですね。いやそうまずはね、その考え方を、ね、改めなければいけません、はい、というわけでまずはオッズの仕組みについて見ていきましょう。はい、では早速ですが質問です。はい、単勝オッズ 2.0 倍の馬に1000円かけたとします、はい、この時の払い戻し金額はいくらになると思いますか？せーの、2000円。おー、正解です。おー、単勝ですね。このオッズ 2.0 倍っていうのは、実はレースが始まるまでずっと変動してるんですね。この仕組みのことをパリミチュエル方式と言います。パリミチュエル方式。急な横文字が難しい言葉出てきました。そう、ちょっと難しいと思うので分かりやすく説明しますね。ここで A と B という2頭の馬がいたします。はい、 A の方にひなたが1万円、B の方にボンボンが1万円かけると、うん、この馬の単勝率は 1.8倍、 1.8 倍って同じものになります。はいはい、ここで統計馬私がさらに A の馬に、 A の 1.8 倍の馬に1万円かけたら、このオッズってどうなると思いますか？ A の方が下がります。そう、そう正解です。わー、うん、そうそう、あ、よかった、危ない。まあ、実際には、ここにあるように A 馬が 1.4 倍ぐらい、 B 馬が 2.6 倍という形で掛け金に応じて上がったり下がったりする、この仕組みのことをパリミチエルと言います。うーん、なんか聞いてみるとそんなに難しいことではないですね。そうそう、ここで重要なのはオッズが変動するんだよってことだけをまず覚えておいてください。はい、では続いてこういったオッズが変動するパリミチエル方式のギャンブルにおいてどういう馬を狙えばいいかを説明していきます。はい、じゃあここでまた一つ例を出します。ここで3人で麻雀をしたとしますね。3人勝負、そう。やりましょう。やりましょう。すごいんだよ。リダタンはね、麻雀プロだし、はい、じゃあこの3人で誰が勝つって考えたら誰勝つのもかけるべき人は、いや、そりゃもちろん麻雀運の要素あるとはいえ、プロのリナタン、うん、リナタンも、はい、私が勝つと思う。いいね、いいね。そりゃそう、プロだからね。そう、ただ今見ていただいてる視聴者の皆さんも大半の人がね、麻雀プロであるリナタン勝つでしょうって予想すると思います。で、実際これをパリミチュエル方式のギャンブルで表す、すなわちオッズっていうものをつけると以下のようになりますね。まあ、リナタンが 1.2倍、おー、まあ、これたくさんで、ね、かけて、みんなね、視聴者の皆さんもリナタン強いよってかけるから 1.2 倍になります。ボンボンは5倍、うん、まあ女の子だし人気だし、やったー、かわいいし、やったー、そんなんで買ってもらえるそうね、
で、統計馬は20倍、はい、馬はまあ競馬やってる、うん、麻雀なんてやるのやつ20倍になります。じゃあこの場合誰に勝てますか。今のオッズ、リナタン 1.2 倍、ボンボン5倍、統計馬20倍で麻雀1ゲームやったとしたら、麻雀1ゲーム勝負だったらやっぱり運の要素もすごい強くて、誰が勝つか全然わかんないし難しいから、統計馬さんにかけた方が美味しいですよね。そう、うん、どう思いますか、ボンボン。私も美味しいんですけど、でもかといって統計馬さんは競馬の専門の人で、私はあの可愛くて、あの若くてあのであのコツが5倍らしいので、やっぱ根拠がある5倍だと思うのでだからまあ運とはいえ、リナタンは旨味がないけど、ボンボンはまあ旨味もありつつ硬いのでボンボンかな。なるほどちょっとね、思ってた回答と違ったんですけどまあでもそう、ここで思うようにさすがに麻雀って運の要素が強いから、やっぱ 1.2 倍のリナタンかけるの厳しいなって思う。これは競馬予想も全く同じなんです。リナタンの 1.2 倍じゃなくて統計馬の20倍、まあ、もしくはまあ譲ってボンボンの5倍そっちにかけるのが正解になります。で、実はですね、統計馬もあの大学時代麻雀部だった。それはずるい、ずるい、それ新しいずるいでもこれはね、ちゃんと調べたら出てくる情報で、競馬も全く同じです。つまり表に書いてあることをこう正面から解釈すると、まあ、強い馬が見つかるかもしれないんですが、当然パリミチェール方式のギャンブルではオッズが下がってしまうので、そのような馬には期待値がなくなってしまうんですね。しかも競馬っていうのは麻雀と同じで運の要素が非常に大きい。まあ、人間じゃなくて馬が走ってますから、いつ走るかもわからない。だからこそこういう時買うべき馬っていうのは強い馬ではなく、実は強い馬、ここを注目して予想すると上手くなっていくと思います。なるほど。でも強い馬を買い続ければ勝ち続けられるんじゃないですか。おお、いい質問ですね。ではこの答えは次の動画で見てみましょう。次回は10月10日に配信されます。お楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。